今は昔、稲妻に五人の歌人ありけり、世の人は五歌仙と。ある年、水光が天守閣に赴きて歌集を殿様に捧ぐ。されど葵の翁による歌の一枚破れたる咎めを受けに蹴り、水光は非を認めて曰く、昨晩大酒を飲みき、酔いし水光ににじり寄るはある影なりけり。その影こそ葵の翁、すべては素性の知れぬ者の目論み。脅されし葵の翁はやむなく歌の一枚を奪いぬ。いかにぞや奪わせしむか、ただ知るはその歌が友の赤人を読むることのみ。赤人はかつて五歌仙の一人、名の赤は歌に朱印を残すことより来たり、かように優れし書き手なれど、ある年に参らせし歌に他者より盗んだものあり、赤人は咎により追い放され、歌仙五人は四人になりぬ。墨染めは赤人の歌集に目を通し、盗作に未朱印なしと知る。赤人の歌集を川に浸せば、盗作とされし歌の墨は波に流れけり。通りがかりし葵の翁、古き友思い出し、目に移りしことを歌に詠む。後に水光が歌を捧げしとき、あの波風を立てり。